こんにちは、しばとです。今回はフェンダージャパンのハイブリッド22022年製と G&L のトリビュートシリーズの鳴らし比べになります。おはようございます。まずね、 G&L からお話しさせていただきましょうか。この G&L はですね、私シーバード一押しでございます。ファンクおじさんとのね、動画でもお話しさせていただいてるんですけれども、コスパがね、めちゃめちゃいいです。これはですね、インドネシア製の G&L トリビュートシリーズレガシーなんですけれども、中古だとね、もう4万円ぐらいじゃないかな。新品でもね、7万円ぐらいで売っているんじゃないかと。まあ、どういうところがいいかというと、これね、ちょっと当たりだったりするんですけれども、バーズアイになってるんですよね、ネックが。なかなかいい感じの木を使用しております。ピックアップは G&L のオリジナルなんですけれども、強めでメリハリがしっかりしている。でこのギターはリアをダンカンの JB ジュニアに変えております。でブリッジは2点止めになっていて、ちょっと独特ですね。オリジナルのデザインになっております。でこちらペグですね、まあ、フェンダーのアメビンとかと一緒で穴をね2点開けて止めるやつです。このペグはね、まあ、悪くないんですけれども、ちょっと変えたいなという時に、フェンダーと互換性がないんで、新たにね、このね、穴はね、開けなきゃいけないかなと。じゃあちょっと生音からいきまーす。うん、しっかりとね、こう膨らむ感じ。では続いてフェンダージャパンです。まあ、きらびやかな感じですよね。これは2022年のモデルで、ほんと直近のモデルなんですけれども、ボディはアルダー、そしてメイプルのネックに、まあ、サテンなんですけど、指板にはねしっかりとした塗装がされている。で特徴としては2点止めのブリッジで、まあ、モダン仕様な感じですかね。イナーシャのブロックも太めになっております。で、ペグはロック式ですね。ちょっとモダンさをね、取り入れたハイブリッドな感じのストラットになっております。ではでは、フェンダージャパンから鳴らしていきましょうかね。フロントから。うん、バランスいいですね、非常に。まあ、キラキラ感とふっくら感、どちらもあるような感じです。まあ、キラキラだと結構ねチキチキしがちなんですけれども、しっかりとねこうふっくらしてる。続いて G&L です。うん、すごい。
うん、やっぱり G&L はね、強いですよね。メリハリがしっかりしている。キラキラ感はフェンダーの方が感じますけれども、芯の強さっていうのはこの G&L ですね。ではドライブをかけて、JB ジュニアなので結構強いです。続いてフェンダーです。お、いいっすね。ドライブかけてもちゃんとキラキラ感が残っている。クランチにしてもらしさがしっかり残ってます。でこれにさらにブーストをかけて、で続いて G&L で、深みがありますよね。フェンダーはキラキラ系で、こちらの G&L はちょっと深みがあって膨らんでる感じ。な感じでそれぞれに色があってどっちもいい感じですね。個人的にはですね、これ G&L がコスパ的にいいのでめちゃめちゃ押してはいるんですけれども、あと数万円足せばフェンダージャパンの最新のものを買えるという風になると、それはそれでありだなと。まあ今はですね、フェンダーがかなり強い位置にあると思うんですけれども、このね G&L ぜひぜひ皆さん見つけたらチェックしてみてください。まあ物によってはバリがねめっちゃすごかったりするんで、その辺はちょっとチェックをして実際に触って購入した方が良いかと思います。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。